ノムさんはプロ1年目のオフに戦力外通告を食らった。ノムさんは恩師の葬式にオープン戦があるからと出席を拒否した。ノムさんはプロ野球史上初、星による三冠王を獲得した。ノムさんは監督として初のリーグ優勝をしたが、貴乃花と宮沢りえの色恋に話題をさらわれた。ノムさんはクイック投法を考案した人。ノムさんはどこのスカウトにもかからなかった息子をコネで入団させた。ノムさんは選手にこれでうまいもんでも食えと言ってのし袋に箸を入れて渡した。ささやき戦術を考案したノムさんだが、実はささやきの被害者だった。選手名クイズで長嶋一茂を出されたノムさんはヤクルトのお荷物と答えた。大谷の二刀流に否定的だったノムさんはしばらくして謝罪した。